この方みたいにですね、奇跡的なバランスの時に富士山唇はいいかなと。顔全体の中で個性として綺麗なものであって、これが似合う人は本当にちょっとしかいないんだよっていうふうに思う必要があります。一歩間違うとですね、こういう感じになります。見てください。見事な富士山唇ですね。女優さんも奇跡のバランスで美しい上唇になろうと思っていたら、自分の場合はこんなになっちゃう可能性の方が高いっていう風に思った方がいいかもしれません。もうイメージ軸は10代とかね、20代とかですよ。将来何人をね、男たちと付き合うかわからないのに、その人たちが整形を許してくれるかどうかわかんないのに、もうバレバレになる傷。自分ではなんとなくこういう角度で見てるからわかんないけど、彼氏からこう見られる。寝てる時には力が抜けちゃうから、ここだけ富士山唇になるだけなんだけど、前歯だけ見えるみたいなね、こういう状態になっちゃう、そういう危険をはらんでいる人中短縮。このチャンネルでは、お顔の若返りの悩みを中心に、美容医療の様々な悩みを解決する、そういう情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。こんにちは。コスメディカルクリニックシンシア総院長の又吉秀樹です。最近ですね、世の中、ちょっと前からですかね、人中短縮手術っていうのが若い女性の間で流行っていて、小顔効果があるとか、そういうのを売りにしてるクリニックがたくさん増えているんですが、人中短縮手術っていうのはお年を召した方にやるものであって、若い人がやると大変なことになってしまうことがある。だからやらない方がいいんだよっていうことをご説明する、そんな動画になります。ぜひ最後までご覧ください。人中短縮術が若い人に向かない理由、その1なんですけれども、まずですね、これ私のね、顔ですけれども、ここの部分ですね、鼻があって、まあ人中です。こういう感じでね、人中の形っていうのは、若い人の場合はここの鼻の付け根とここの部分と切り幅がこれくらいだとしてですね、唇の付け根なんですけれども、台形状になってる。まあ私の場合ちょっとここ丸いですけれどもね。で、A と B と C、 これに関しては A より B が大きい、 B より C がだいぶ大きいっていう感じになっています。そうするとですね、こういう風に人中短縮っていうのは切るのが基本なんですけれども、 A と B を無理やりつなぐことになっちゃうんですね。そうするとですね、これがこっちに来るもんだから、人中ってこの鼻中の一番下の部分とここは一緒の長さにならない場合には、つながりが悪くなっちゃうんです。なんとなく不自然になるっていうのは、若い子だとこことこことここの幅が違うからなんですね。一方ですね、お年寄りの場合はもうこことここがですね、筋肉が弱ってくるとか、いろんな理由で伸びてきます。だからなんか人中が短い方が若く見えるなんて思っちゃう。確かにそうなんですけれども、ここが伸びてくると A と B と C の幅がだいたい近くなっちゃうんですよ。そうするとここを切だとして A と B の長さが近いんで、鼻中の下に B が来たところでそんなに不自然にならないんですね。だからまず1つ目の理由としては、お年寄り用の手術であって、若い人の場合はこことここの長さが違うものを無理やりつなぐ感じになるから、不自然になりやすいんだよっていうのを知っておく、そういう必要があります。ちなみにですね、お年寄りの場合で、人中短縮をこういう風に来て、こっちの方に大胆に伸ばしちゃうっていうね、そういう手術がありますけれども、若い人でやるとやっぱり傷っていうのは目立ちやすいんで、これ、こっちに持ってくるが限界かなと思っといた方がいいと思います。人中短縮を若い人がやらない方がいい。その理由2つ目ですけれども、まず想像していただきたいんですけれども、食事自分がしてるっていうふうに思うと、そしたら口を閉じてってしてみたり、口を閉じるとか、いろいろな局面でですね、ここはですねかなりテンションがかかるんですね。口を閉じるだけでもちょっとこっちから緊張感が出たりします。そうするとですね、ここ引っ張られます、若い人ほど。そうするとテンションがあるところを切って縫っちゃうわけですから、傷のテンションがあるほど傷っていうのは綺麗にならないので、若い人ほどですね、ここテンションがあるもんだから、あと口ってすごい動くわけですから、ここだって動くわけです。そのために引っ張られるっていう形になります。で、お年寄りが違います。もうここだってゆるゆるです。ゆるゆるだからこうやって落ちてくるっていう話なんですけれども、そういう人だったらここの部分切ってですね、短くしたらね、こんなになってるんだから若い頃にね、戻してあげるっていうのはあるんですけど、もともとこの長さのものをさらに短くするっていう時にはもう傷が汚くなりやすいんだっていうことをね、知っといていただければと思います。これが2つ目の理由になります。人中短縮が失敗する理由その3なんですけれども、人中短縮の術式なんですけれども、切り取るのはこういう感じなんですよね、赤い部分。そうすると真ん中の部分の幅っていうのは結構大きく取れるんですけれども、端っこの方は当然のことながらあんまり幅たくさん取れないんですよね。この幅でこう来てガチャンっていうような切り方はできないのでね。そうするとですね、この辺りが一番引っ張られるっていう感じになるんですよ。均等にこういう風になるわけじゃなくて、で部分的にここだけ、この辺だけ持ち上がるっていう感じになります。そうするとですね、わりかし富士山状になってくるっていうね、キュッキュッキュッみたいな感じでですね、真ん中だけキュッと持ち上がりやすいんですね。その富士山唇みたいなのがね、可愛いんじゃないかとかね、思う人もいるかもしれませんけれども、この方みたいにですね、もう奇跡的なバランスの時に富士山唇はいいかなと、キュッキュッキュッっていうのをね、顔全体の中で個性として綺麗なものであって、これもですね、この富士山上唇、これが似合う人は本当にちょっとしかいないんだよっていうふうに思う必要があります。一歩間違うとですね、こういう感じになります。芸者ガールズってね、昔ねちょっと売れたそういうレコードのジャケットですけど、ね、見てください。見事な富士山唇ですね。女優さんも奇跡のバランスで美しい上唇になろうと思っていたら、自分の場合はこんなになっちゃう可能性の方が高いっていう風に思った方がいいかもしれません。人中短縮が失敗する理由4つ目なんですが、先ほどもねちょっと関連するんですけれども、ここの部分ね、皮膚切るじゃないですか。で、筋肉とかもね切って縮めるから、うちはね傷が汚くなりにくいんだなんていうところも出てきてると。でなおかつですよ、筋肉とかも処理しちゃうってそういう話になるわけです。そうするとですね、若い人ほどつれ感とかそういうのが起きてくると。だからこう動かす時にやっぱ人に気づかれるような、そういうなんか不自然っていうね、何はないけれどもどっかおかしいみたいな感じになってくるというね、そういう話になってくると。なんとなく動きが不自然っていうのが4つ目、やってはいけない理由になると思います。人中短縮を若い人がやってはいけない、これが最大の理由になりますけれども、これが5つ目です。傷の問題になります。この傷なんですけど、基本的にこういう感じに、ね、なりますね。で中縫いだけで綺麗になる人なんかもいますけれども、調整でねこうやって表側に皮膚をね縫ってるクリニックなんか、ちょっとゲジゲジが入ったりします。この傷ゼロになるかっていうと、決してゼロにはならない傷です。自分でここの傷を見るときは、実はあんまり見えないんですよ。なんでかっていうと、鏡見るときに目、鼻のここなんで、自分からこうやって見たときに、ここっていうのは角度的に見えにくいんですね。ところが正面から見た時、あとは下からちょっと見た時、傷としては上からこうやって見下ろすとこの人はちょっとわかるけれども、自分で上から見下ろしてる時は傷としては見えにくいんですね。これなんかもうちょっと上からスッてしてる感じで、この辺にこういう風に傷があるんですけど、自分では鼻からあってここなんで、これに隠れちゃうみたいな感じになるわけですよ。ところが真正面から傷を見ると少し目立つっていう感じになります。そして一番まずいのが下から煽りで見た時です。その時には傷がめちゃくちゃ目立つ、めちゃくちゃ見える角度になるんですね。これどういう時だと思いますか？性的パートナーとセックスしてる時、この時に一番傷が見える角度になるんです。自分で見てる時はこういう角度だけれども、セックスしてる時はこういう角度で見られるんですよ。この傷ですよ。男の人がセックスしながら見た時に、なんだこれって思われる可能性あると思いませんか？あると思っといてください。そして、まずいのが、仲良くなるほどすっぴんを見せる可能性高まってきますよね。もしかしたら〇〇ちゃんの寝顔可愛いなーなんて男だけで見てくれて、よく観察するかもしれません。そしたらこの傷が目に入っちゃった。しかもですよ、寝てしまったらですよ、起きてるからこそ唇を閉じてなんとかこういう感じなのが、寝てしまったらですね、ここにテンションかかってるもんだから真ん中ブエーってなってきて、グッと唇が上に引っ張られちゃう。で、本当に強い人なんかはここだけ引っ張られるとですね、前歯だけ見えることなんですよ。あなたの寝顔、げっ歯類みたいになってる可能性があります。ビーバーとかね。それを彼氏に見せることができますか？彼氏がその傷を見て、同じように愛してくれる自信がありますか？あるいは今の彼氏じゃなくてもいいです。将来出会うすべての彼氏。この全ての彼氏がこの傷を見て受け止めてくれるかどうか、これを考える必要があると私は思います。お年を召した方なら最初の方でね言った理由、そもそも傷にテンションがかかりにくいから分かりづらい、そもそもシワとかもあるから、ここに横にね、年を取ってくるとシワ入ったりするんですよ。それの一つになったり、そもそもまじまじ見られねえよとかね、寝顔をねまじまじ見てくれる旦那なんてもういねえよみたいになった時に、もうこれはね、ここね切っちゃって、ウェーっと切ってね、こう伸びちゃってるから、これがこうなったらね、ああ整うな、これは私はいいと思いますよ。でもですよ、もう意味軸は10代とかね20代とかですよ。こういう人々が将来何人をね、男たちと付き合うかわからないのに、その人たちが整形を許してくれるかどうかわかんないのに、もうバレバレになる傷。自分ではなんとなくこういう角度で見てるからわかんないけど、彼氏からこう見られる。寝てる時には力が抜けちゃうから、ここだけ富士山唇になるだけだけど、前歯だけ見えるみたいな。ね、こういう状態になっちゃう、そういう危険をはらんでいる人中短縮、これが5つ目の理由になります。人中短縮を若い人がやってはいけない理由を5つお話しさせていただきました。自分はインスタグラムで〇〇ちゃんが人中短縮をして、可愛いな、あの子ファンだから私もあんな風になりたいななんて思って人中短縮を考えちゃう。ちなみに言っときますけど、インスタグラムで傷なんて見えませんからね、修正かかりまくってますからね。そういう風に思ってしまっている若い子、この動画を何回か見てください。将来の彼氏が、今の彼氏がその傷を見て、その寝顔を見て、セックスの時にこういう角度で見られて、心が慣れない、そんな自信が私はある。その他、いろいろな理由お話しさせていただきましたけど、それを自分は全部クリアできるんだっていう時だけ、この手術をお受けになってください。私は若い人には頼まれても引き受けない手術です。お年を召してすごく長くなっちゃって、こんなになっちゃっていて、そういう時には引き受けるかもしれません。今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。